あ、ガゼット。亡くなったんだってね、メンバーね。レイター。俺、めちゃくちゃ詳しいよ、俺、ガゼット。まあ、あんまカラオケ行かないけど、カラオケ行ったら、3回に1回は、絶歌うもん。ベラベラベラって歌うもん。だから、ちょっとショックだよね。うん。よくガゼット聞いてたよ。ハイエナとか、絶とか。古いやつばっかだけどね。昔の。ちゃんとまだ、お化粧してる時のガゼット。そう、ディルに憧れて、ちょっと路線変えてからのガゼットじゃなくて、カタカナの方のガゼット、ザ・ガゼットの方じゃなくて、ガゼットの方です、僕は。ねえ、亡くなったって言って。なんか V 系の人って、短命な方ちょこちょこいるよね。カゲロウの大輔とかもそうだしね。ニュースには死因は書いてなかったけど、それはわからないのかな。亡くなったっていうニュースしかなくて。なんかちょっとここで、そのニュースのページは見てみたんだけど、書いてなかったんでね。あ、出てない。でもなんかそのつぶやき、最後のつぶやきは意味深だったよね。結構ね、今年周年のライブもしなかったよなって、あ、休止としか書いてない意味深なつぶやきだったんだよね。あ、ザ・ガゼットは永遠であってほしいと願うっていうつぶやきが4月の15日にあって、まあ、その後亡くなられたんだよね。活動休止か解散か話があったのかね。なんかその周年ライブもなかったってことだから、まあ憶測は良くないけどね。そのバンドとしては活動はどうだったんだろうね。なんかいろいろ想像はしちゃうよね。DVD も発売延期してた。あ、ガゼットはそのままでもいいんだ。前と変わんないんだ。ザ・ガゼットじゃないんだ。名曲多いからね、ガゼットね。特に、俺は昔の方しか知らないけど、ブームだったしね。本当に古くからやってるからね。まあ、ディル・アン・グレーの後にガゼットとか、サディとか、はじめ、ちょっとこう、ディル色の強いバンドがポコ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 って出てきて、まあその中でも本当に一番長くやってるもんね、ガゼットはもうね。うん、昔は若かったけどさ、今はもうビジュアル系バンドの中でも大御所だよね、もうね。だってみやびとかなんかももう今世界的アーティストやもんね。俺からすれば子供だからね、みやびね。まあ今年39の俺が言うのもあれなんだけど、みやびって言ったらね、 V 系の時のみやびって言ったら、あ、みやびねみたいな感じなんだけど、今はもう世界的アーティストなわけじゃない。うん。めちゃくちゃ、いや、子供じゃないんだけど、でもなんか若いイメージがあるのよ。だって、俺、だってビジュアル系一番最初触れたのはさ、マリス・ミゼルとか、ほんとガクトの前の、時のマリス・ミゼルとかもそうだし、ね、ピアスとか、ラファエルとかさ、ね、ほんと古いんで、うん。あと、なんか、白塗り系ね、この前も言ったぐるぐるとかもそうだし、うん、あとムックなんかも好きだしさ、アリスナインとか仙台貨物とかねえ、うん、ピエロとかね、うん、シャズナもなんで、その辺から聞いてたりする身としては、ミヤビやと、ミヤビ若く見えるからね、今すごいもんね。だってね、ガゼットも若かったからね。でもその時からずーっとやってるわけだから、すごいよね。ビジュアル系バンド、長生きしてるところはほんと長生きだよね。速攻解散するなんか、やりちんビジュアル系もいるじゃん。最前列の女の子に全員手出して金もらって頓挫しちゃうような、なんかすぐにポカってなっちゃうようなビジュアル系バンドもいっぱいあるけど、なんか長いのはほんとに長いよね。ほんとに長いですよ。マジで。すごいと思う、俺。うん。いますねっていう。ねえ、ほんでタヌキに書かれるんだよね。蜜って書かれるんだよ。蜜って蜜具の蜜で、漢字の蜂蜜の蜜って書かれて、蜜はなんとかって女の子さらされるんですよ。だから、ね、メンバーとかと仲良くなりすぎると、それに知った女の子が匿名で書き込むからすぐさらされるっていう。大変ですよ。ほんで、バンドの初期なんかお金ないから、お金持ってる女の子から貢いでもらって、それでバンドやってんだから。生活も助けてもらったりとか、紐やるんですよ。で、本命の女の子は、その、狭いライブハウスの柱で持たれてずっとこうやって、ベン・ベックマンみたいなのこうやって見てるから。そう。シャンクスの副船長だ。そう。ベン・ベックマンみたいな、もう微動だにしないでこうやってずっとしっかり見てるから、これ。うん。これ本命彼女だから。ね。まあ、ライブハウスは行ったことないですけど、でも、今週の日曜日にノーゴットのライブに行くんで、初めて行くんだけど、まあ、ノーゴットも俺が学生の頃から知ってて聞いてて、まあ、CD も買ったりもしてて、そうで、それでまあ、ちょっとご縁あって行くことになりましてね、ワン太郎と見に行くんですけど、チケット買って、もうチケットはもう押さえてあるんで、うん、まあ最近アルバムも出したんでね、もともとね V 系で、 V 系の後にちょっとメタルとかそっちに入ったんだよね。マリス
一番最初マリス・ミゼルとかから VK 入って、ほんでそっからなんかマリリン・マンソンとかなんかそっち系に、あのスリップノットとかなんかわけわかんない方向にこうやっていって、今度ボーみたいな VK でシャウトとかが気持ちよくなって、だからそのシャウトの部分をもっと追い求めていったら、なんかあのディルとかに行って、そうで、そっからなんかスリップノット行ってみたいな感じになって、うん、スリップノットのね、あのドラム上位かっけーみたいな風になったんですよ。なんで音楽の幅は結構広いです。そう。で、持ってまえばヒップホップ。高校生の頃ヒップホップ聞いてたのよ。そう。あの、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドとか、ライムスターとか、キングギドラとか、ブッダブランドとかみたいな。そう。で、ヒップホップから VK でロックみたいな。まあ、どれもなんか、まあ、ミーハーなんだけどね。そんななんか、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないんだけど、まあ、音楽の幅は結構広いかもしれないです。で、大学に行ってから急に小袋ゆずっていう。あの、J-POP。になりまして、で理由はその大学の友達とカラオケに行った時にみんなポップスを歌ってたんで、まあ合わせなきゃいけないじゃん。だって一人だけ絶歌えないでしょ。ベレベレベレとか無理でしょ。バラバラになっちゃうからね、友達が。そんなの急にズタデデズタデデズタデデ、あ、雨降りの火曜日じゃないんだよね。もう雨降るように空気悪なるからね。そうだから、やっぱそこはやっぱり合わせていくから、じゃああの小袋風歌いますみたいな感じになって、そう。で、その辺から、あの、ちょっとポップス、その平井堅とか、福山雅治とか、そう。もう本当にありきたりなサザンオールスターズとか、もうみんなカラオケで歌うようなやつをブワー詰め込んでみたら、今の俺がいるみたいな感じじゃない。合わせるというか、いや、あるでしょ、それ。え、ちょっと待って、え、皆さん、ADHD。ねえ、カラオケって絶対合わせた方がいい場所じゃないですか。ねえ、カラオケ、カラオケ合わせないんだったら人から言ってくださいよ。人とカラオケ行くときは空気っていうものを吸うだけじゃなくて読まないと終わりよ。空気は吸うだけじゃないからね。読むものでもあるからね。そうそう。一人は別にいいけど、集団で行くときってのはどういう曲の流れかとかあるじゃん。例えばなんか盛り上がる系のときに急にさ、なんかちょっと締めっぽい歌入れてもなっていうのもあるし、なんでやっぱり流れがあるんですよ。な、そこでちょっと、俺だけさ、あのガセットの Z とさ、あと創世のアクエリオン入れられなかったっすよ。うん、ちょっと入れられなかったそれ。なんで、まあその大学生の時はあの J-POP、 あと合コンが多かったんで、それもあった。そう、俺がちょうど大学の時合コンが流行ってて、そう、大学生って合コン多いじゃない、よその大学とみたいな。そう、なんで、あの別に俺が主催じゃないんだけど、なんか呼ばれてみたいな、人数合わせみたいな感じで呼ばれて、そう。んで、女性とかがいると、途端に変わるじゃん。歌も。逆に、それは女性もそうじゃん。女性も女の子たちだけのカラオケと男性がおるカラオケでは歌う曲違うでしょ？男性受け狙うじゃないですか。逆に我々って女性受け狙う、ね、狙いますよ。そうなると、まあ、みんなが知ってそうな曲みたいな。なんで、まあでも結果、まあいろんな音楽を知って幅が広くなった。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。